まあこの時間はいつもちょっと気になったニュースをピックアップしていますけど、まあ、ついこの間、えー、YouTube で見た、えー、方彼女こそ僕ちょっとコンタクト取ってみたいなっていう人を紹介したいと思いますけどシェリー・ピール・ジャクソンさんというアメリカ人の女性の方で、えー、年齢はちょっとわかんないんですけど、まあ、50代か60代に近い、えー、女性の方のインタビュー ちょっと今日はピックアップしたいんですけどもともと90年代から公認会計士として仕事をしていた方でまあその後アメリカの IRS= インターナル・レヴニュー・サービス日本でいう税務省あの税をに関わる政府機関 IRS に就職してまあ大活躍をして。 まあその仕事でいろいろな賞も取ったりとかしていたわけですけどまあ税務署なのでまあ税金をまあ取りに行くえ仕事をしている中ですねいろいろとあの問題点がありまして彼女がそうやって一生懸命仕事している中まああの不公平なところを見るわけですよ、中小企業の会社の社長からなんか250万ぐらいのえ税金を取らないといけないそんな中、取っちゃうともう。 あの会社は潰れちゃうのではないかぐらいな人から、まあ、結構大企業からうん万うん多くの税金を取るために調査に入ったりとかする、まあ、丸さ的日本でいう的な仕事もしていた彼女なんですけど、まあ、そんな中要は大手企業とかなんか、まあ、税金を逃れるために会計士を雇ったりとか弁護士を雇って、まあ、うまい具合に逃れて。 結局その中小企業の250万の税金と同じぐらいのまあ大企業があのボロ儲けしてる会社が250万ぐらいの税金で済むみたいなそんな中かなり不公平な話だなということを考えながら彼女は仕事をしていたんですけどである日なんかあの200年2001年ぐらいにアメリカの新聞記事にこんな、え。ー 広告が載っていたそうであのこの広告には一般アメリカ人が所得税を払わなきゃいけないという法律を探した人要は所得税を払わなきゃいけないという法律を探した人に賞金5万ドル要は500万円ぐらい600万円ぐらい差し上げますという広告が載っていたそうなんですよ。 で、後年、公認会計士だし、あの、税務署にも勤めていた彼女なので、まあ当然、あ、これ簡単にそんなの見つかるわ。私、この5万円の賞金ゲットしようということで、自分から調査始めたそうなんですよ。で、数日間いろいろ調べたら、どこにもそんな法律はアメリカにはなかったと。で、調べた結果、彼女が調べた結果、これは、 アメリカの税務署の詐欺だとインターナルレビニューサービスは詐欺を行っているんじゃないかというふうに考えたわけですよね。でその後まあその,あの税務署を辞めてあの、まあ、公認会計士として仕事をしながらあの講演会で、まあ、彼女がこう調べ合ってたこの結局税金税所得税っていうのはアメリカ人って払わなくていいんじゃないか。 っていうあのところを、えー、講演会でしゃべるようになるわけです。であの、確定申告とか日本でもあるじゃないですか。で、彼女はそこから、えどう考えてもこの法律はないわけで、一回なんか、まあ、憲法の、って言ったらいいんでしょうかね、まあ、法の修正っていうのがあったらしいんです。所得税をを払う,なんかっていう項目を入れる えー、修正みたいなのがあったようなんですけどあの全くあのそのアメリカの50州の中のほとんどの州は同意しなかったということで結局これは通らなかったイコール要所得税の払う必要性っていうのはないっていう話を講演会でして、えー、確定申告23年彼女は行わなかったんですよ。である日夜中に突然。 ドア自分の家のドアが叩かれてドア開けたらあの税務署の人たちが<ら>しかも、えー、その彼女が住んでいたなんかジョージアのなんか警察官まで連れてきてあの、えー、拳銃を突きつけられてあのダ,ダダダダって家に入ってきて、まあ、あの取り調べが始まるわけですけど、まあ、その後彼女は裁判にかけられて。 結局あの、まあ、軽犯罪であの有罪になるわけですけど、あのアメリカって陪審制度じゃないですか。まあ、その座ってる一般市民の陪審員たちは、結局、彼女はそうやって所得税を払っていないという罪のもと、陪審制度なので、あのまあ、100%陪審員の人たちも、 これユーザーにしないと自分たちが今度税務署が自分たちのところに来るっていう恐れもあるということで軽犯罪なんですよ、まあ、英語で言うミスメスティミールなんですけど大した罪ではないにもかかわらず4年間の刑を受けてしまって4年間牢屋に彼女はぶち込まれてしまうわけなんですけどアメリカで言うとあのレイプ事件ですら4年も入ることもないのにこの軽犯罪で彼女は4年を務めてまあ結局出てきてまあ いまだに講演会では要はあのこういうあの彼女の調べによると所得税っていうのは払う必要はないんだっていまだに訴えているわけなんですけどまあ まあその中でまあ要は他のアメリカ人にあなたも要は所得税なんて払わなくていいんだよみたいな言い方はしていないわけですねまあそうしちゃうとまた捕まるみたいなまた大変な目に遭うということでえまあなんて言ったらいいんでしょうかねなるべく慎重にこういう講演会を行っているということなんですけどあのまあこれがもう2000年代 にあった事件というか、えー、この、まあ、知る人ぞ知るこのシェーリー・ジャクソンさんなんですけどいまだにっていうかその当時もそうですけど、まあ、捕まった時にはちょっとしたニュースになりましたけどいまだに彼女がその発見したこの法にはそういう所得税の法律なんてないぞっていうのはまあマスメディアでは 全く彼女のことをピックアップしないというか全く彼女は、えー、マスメディアには完全に無視されていて、えー、僕も初めて一昨日ぐらいですかね YouTube 見てああこんな人がいるんだということを知って、あのー、何冊か彼女はこれに関する本も出版しているそうなんですけどまあ近々 ちょっとその本を購入してもうちょっと、えー、彼女が言ってることを、まあ、僕個人も勉強したいなというふうに思っているわけですけどねまあこれはアメリカの話なので私には関係ないわって思う人もいるかもしれませんけど、えー、どうなんでしょうかね、えー、日本のこう税に詳しい人がいましたら是非 <laughs>、えー、番組の方にコンタクトしてもらいたいなというふうに思いますけど。えー そんなちょっと気になった今日はシェリー・ピール・えー、ジャクソンさんをピックアップしましたけど、えー、まあねなんとか機会があったらちょっと番組でもインタビューしたいなというふうに思いますけどねまあこういう方も今だとねあの、えー、ウェブを使ってあのコンタクトを取ってまあ、えー、海外にいる方でもインタビューまあ散々言ってますけど、まあ、近々そういうことも。 番組の中 YouTube の中でやってみたいなと思いますけど。